平野翔の優しさが溢れ出す、ナンバーアンダーライン愛、福井ライブでファンと心温まる交流。平野翔シ取れてる、ファンへの神対応に感動。ナンバーアンダーライン愛、福井公演レポ、詳細レポ。平野翔さんのライブは、ファンとの心温まる交流と、彼自身の誠実で思いやり深い人柄が際立つ場所です。福井で行われた、ナンバーアンダーライン愛、ツアーの夜。 彼がファンのカメラに応じてゆっくり歩き、わざわざカメラを構えるファンに声をかけて撮影を確認する姿は、平野さんのファンサービスの一貫した素晴らしさを象徴しています。撮れてる、と笑顔で問いかける彼の仕草に、ファンたちは自然と微笑み、彼との距離が一瞬で縮まる瞬間を感じることができたのです。ファンの一人が、平野翔が近すぎて、心が震えた、と語るように、 その圧倒的なカリスマ性と優しい配慮には、感謝と感動が溢れています。この日のライブは、ファンにとって特別な意味を持っていました。彼のファンの中には、ライブ当選に苦労し、ようやくの思いでライブ初参戦を果たした人も多く、平野さんをこの目で見ることができて本当に生きててよかった、と涙を流しながら感激する声が多数見られました。 彼のパフォーマンスに旗田のアイドルという枠を超えた何かがあり、その魅力はファン一人一人の心にしっかりと刻み込まれています。彼が、ハピラインで気をつけて帰ってね、と優しく声をかけたことも、多くのファンの心に残り、ライブ後にキロに着く際の温かい余韻となりました。平野さんがファンに手を振り、カメラを見つめてくれたその一瞬は、観客席から見ていたファンの興奮を最大限に高めたのです。 このような体験は、ライブ会場での空気感や彼との距離感が作り出す、特別なライブの、魔法のようなものかもしれません。ファンたちがカメラ越しに夢中で彼を追い続け、時にその姿が近すぎて画面がぶれてしまうのもまた、その場の雰囲気をそのまま映し出す象徴的な出来事でした。あるファンは、彼がカメラに向かって微笑むと、まるで二人だけの世界にいるような気分になると言い、 その瞬間を何度も繰り返し見返しながら、平野さんが与える、特別感に感謝の気持ちを抱いていました。平野翔さんのファンサービスは、ただファンの求めに応じるだけでなく、その場の全員が楽しめるように心を込めて配慮しているのです。彼の持つ圧倒的な魅力とその人間性は、ライブ会場だけでなく、ファンの SNS を通じても広がっています。彼と目が合った、 写真を許可してもらえたなど、ファンが感じた一瞬一瞬の喜びは投稿され、それを見た他のファンたちにも感動が伝わっていきます。実際、ライブに参加できなかったファンたちも、彼が会場でどれほどファンに優しく接しているかを知り、ますます彼への思いを強くしているようです。ファンの一人は、私の投稿を見てくれていることが嬉しいと語り、平野さんの存在がいかに多くのファンに影響を与え、 励まししとなってているかを感じさせてくれました、また彼のライブでは、ファンと一体となって盛り上がるために細部にまでこだわりが見られます。福井での、ナンバーアンダーラインアイ公演では、彼がステージ上での表情や動きでファンとコミュニケーションをとる様子が随所に見られました。センターのステージから客席へと目を配り、カメラに映る自分の姿を確認しながら、 少しでもファンが取りやすいようにと配慮するその姿勢には、観客への気遣いが感じられました。ファンが彼に夢中になるのはそのためであり、彼が一つ一つのライブで示すプロ意識により、ファンとの絆はさらに深まっていくのです。このような密接な関係は、彼がファンに常に誠実に向き合い、心から楽しませようとする姿勢があってこそ生まれるものでしょう。平野翔さんが、 ナンバーアンダーラインアイツアーを通してファンとの絆を大切にし、彼自身が楽しむ姿を見せることで、ファンは彼の魅力にますます惹かれていきます。彼の存在は、ただステージ上にいるだけでなく、ファンの一人一人に寄り添い、彼らの応援に感謝と愛を持っていられていることが伝わります。その日、福井のライブ会場にいたファンたちは、彼の言葉や行動に感動し、 さらに熱い思いを抱くこととなりました。平野翔さんの特別なファンサービスは、単なる表面的な対応ではなく、彼自身が心からファンとのつながりを大切にしているからこそ成り立っています。ファンに、気をつけて帰って、と声をかけ、手を振りながら去っていく彼の姿に、多くのファンが胸を熱くし、彼の優しさと温かさを改めて感じたことでしょう。そして、 こうした瞬間が SNS やファン同士の会話で共有されるたび、彼の誠実さやファンサービスの素晴らしさがさらに広がっていきます。平野翔さんのファンに対する思いやりは、まさに、ファンを大切にするアイドルの象徴であり、ファンたちにとってもかけがえのない喜びとなっています。会場でのエピソードや彼の一言が、それぞれのファンにとって一生の宝物になるというのは、決して過言ではありません。 ナンバーアンダーラインアイツアーでの彼のパフォーマンスは、その場にいるすべての人を夢中にさせるものであり、彼のエネルギーがステージ全体に広がり、観客を一つにする力を持っています。ステージから放たれる情熱と迫力は、まるで彼自身の魂がパフォーマンスに込められているかのようで、その場にいる誰もが彼の魅力に引き込まれてしまうのです。その中でも彼の温かい笑顔や気さくな態度は、 ファンとの距離感をさらに縮め、まるで彼が友達のように親しみやすい存在であると感じさせてくれます。また、ファンの中には、ライブでの特別な瞬間を大切にし、平野さんが示したちょっとした仕草や表情からも彼の人柄を感じ取る人が少なくありません。カメラに向かって微笑む姿、ファンに向かって手を振る優しさ、そのすべてがファンにとって特別な意味を持っています。そして彼は、 ただ観客としてではなく、同じ瞬間を共有する仲間として、ファンと共にライブを楽しむ姿勢を見せてくれます。このような真摯な姿勢が、彼のファンを一層魅了しているのです。ライブが終わった後も、その感動はファンの心に長く残り続けます。生きててよかったと口にするファンたちは、彼との一体感や特別な絆を感じ、日常の中でもその思い出が支えとなっているようです。 ライブでの体験や、平野さんの温かい言葉がファンの日常生活にも良い影響を与え、時に励ましや癒しとなっているのです。彼との特別な瞬間を大切にし、その記憶が日々の励みとなることは、彼がファンにとってどれだけ重要な存在であるかを物語っています。平野翔さんのナンバーアンダーラインアイツアーは、単なるエンターテインメントではなく、ファンにとって心の支えとなるようなイベントです。 彼がステージで見せる情熱、ファンを思いやる気持ち、そして誠実さは、ファンの期待を裏切らず、その期待以上の体験を提供してくれます。このような特別な体験ができるライブは、ファンにとってかけがえのない思い出であり、平野翔さん自身もファンと共にこの瞬間を楽しんでいることが伝わってきます。彼の存在感と優しさは、アイドルという枠を超えたものであり、 まさに心から愛される理由がそこにあるのでしょう。